はい、ゴールドマンゴルフスクールのレッスン動画です。今りょうくんがですねサンドイッチでパターン練習してます。これ非常にいい練習ですね。はい、ナイスイン。軌道が安定しますね。はい、ナイス。これねフックボール打つ感じなんですよね。この感じができないとこれ打てません。クラブが体をパースしていく感じね。フックボール打つ感じですね。こんな感じですね。こうちょっと開いてこう閉じていくような感じですね。これあのリーディングエッジをねボールの赤道に合わせてください。これ大事です。それと今打ったの分かると思います。必ず左手の甲が先行するということ。これが折れると下入ってボールがジャンプしちゃいます。実はねこれシャフトのしなりを利用して打ってるんですよね。はい、こんな感じですね。必ずこの手の甲が先行する。ちょっと僕のことを取ってくれます。ちょっと見てくださいね。これ見てください。僕このグリップなんで、今これ極端にやってます。シャフトのしなりを利用してるけどこっちの方が先行してるんですよね。だからそんなにしなってるように見えません。左手の甲が使えると右手もこうちょっとパターをこう押す感じになりますよね。皆さんこのシャフトのしなりが使えないからガチガチになっちゃうんです。こんな感じです。はい、打ってみて。どうでしょう。これサンドウェッジがパターのねストロークをうまくしてくれますんで、ぜひ皆さんも参考にしてください。